ゃあ続いてはピックアップ調布のコーナーです。このコーナーは首都調布市商工会のバイ調布運動の一環として、市内の魅力あるお店や商店街をご紹介します。調布で今食の名物イベントが盛り上がりを見せています。今回は3月11日まで開催されるグルメイベント第5回デカ盛りウォークラリーに注目しました。それではピックアップ。皆さん、今調布でグルメイベントが行われているのをご存知でしょうか。それがこちら、デカ盛りウォークラリーと大辛チャレンジです。今回で5回目ということで、すっかりも名物イベントですよね。大食いに自信のある方、未知の辛さに挑戦したい方がイベントに続々とチャレンジし、盛り上がりを見せる第5回デカ盛りウォークラリー第5回大辛チャレンジ。今回はデカ盛りと大辛自慢の市内のお店が合わせて20店舗参加。このパンフレットを持って各店舗でデカ盛りや大辛のメニューを注文するとスタンプがもらえ、集めた数に応じて景品がプレゼントされるんです。というわけでお邪魔するのは飛田給駅すぐそばにありますこちら水八仙さんです。一体どんなデカ盛りなんでしょうか。行ってみましょう。では水八仙さんのデカ盛りメニューをお願いします。はい、よいしょ。お待ちどおさまでした。当店自慢の大チンマーボーのお鍋でございます。これよくあのお家で食べるお鍋の大きさですよね。はい、これみんなでこう楽しく食べるタイプの大きさなんですけどそうですね。ちょっと私デカ盛りを甘く見てました。いや、こう自分の身に寄せてみますとさらにこの大きさが伝わってきますよね。これはどのぐらいの量が入っているんですか。ご飯が 900g と麻婆豆腐を合わせて 2.2 キロですね。 2.2 キロ。はい、これお鍋の重さは入ってないんですか。お鍋は入ってないです、中身だけ2.2 キロ。もう笑うしかないですねなかなかこう鍋から食べることはないですよね。じゃあちょっといただきます。どうしよう。じゃあこの麻婆豆腐からいただこうかな。麻婆豆腐好きなんですよね。いただきます。うん、辛いですよね。辛い、辛いけどもちょっと後からしびれてくる。しびれてきます、はい、山椒ですかね。はい、でもしびれすぎずちゃんとこううまみも感じられる程度のしびれですよね。そうですね、それがいい。でまたコクがすごくありますね。そうですね、ちょっとニンニク系のものも入ってますんでね。ちょっと横からの眺めをね、ぜひ皆さんに見てもらいたいです。圧巻ですよ、このご飯の厚みすごいですね。ではいただきます。やっぱりご飯と合いますね。麻婆豆腐はそうですね、なんかよりこの辛みがマイルドになっていくらでも食べられそうな気がしますね。でこの大きいこの身みたいなものっていうのは何ですか。これは四川省のですね、朝天辣椒って言ってですね、日本には、ね、見かけない丸いやつなんですが、とても香ばしくてですね、細長い唐辛子よりは辛みはちょっとマイルドですけども。これかじっていいんですか。そうそう、ちょっとかじってみます。もちろん辛いですよね辛い、あ、辛いけど美味しいですね。ね、香ばしくてですね。香ばしい、うん、普通の唐辛子とちょっとまた違う感じ。あ、いや辛いでしょ、うん、後から来ます。実際料理長は召し上がったことありますか。いやいや、主人は食べれないです。そうですね、作ってる人がそんな食べれない本当、今回 の要するにですね、時間制限で無料になるとかっていうんじゃないんでね、うん、はい、でシェアしてもいいんですか。あ、もちろんいいんですよ。自分なりに楽しんで食べていただければと思います。楽しいです ね。ぜひ皆さん、このまずインパクトの大きいこの麻婆豆腐、そして味わいもとても美味しいです。チャレンジしてみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、もうすごく美味しくてどんどん食べちゃうんですけど、見てください、半分ぐらいいきました。腹
ただね、さすがにもうお腹がいっぱいになってきたので、続きはスタッフの皆さんと美味しくいただきたいと思います。さあ、じゃあスタンプラリーということでスタンプをいただきましょう。お願いします。はい、よいしょ、こちらですね。はい、お願いします。では押させていただきます。もう当店の看板メニューなんで、いつお越しいただいても召し上がっていただけます。平日のランチタイムでも特別ランチとして1250円でバイキングまでついて、お召し上がりいただくことができますので、もうお気軽に皆様ご来店いただいて、まずチンマーボー豆腐も召し上がっていただきたいですし、ぜひデカ盛りもチャレンジをいただければと思っております。さあ、では最後に番組をご覧の皆さんにぜひお店の PR をお願いします。はい、飛田給駅、徒歩7分ですね。味の素スタジアムからもすごく近いところにあります。まあ、年中無休で、ランチタイム、平日ランチ、週末ランチとやっております。美味しいですよ、ぜひ食べきってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。ありがとうございます。